元木大輔ヤバそう YOUTUBE のコメント欄が大谷に謝罪しろで埋まってる模様。かわいそう、自業自得やろ W。 ここまで来るともう大谷カルト教だな。まあ元木ならええかと思える。不思議、目立つためにわざとピンクつけていったのに相手にされなかった男、なお謝罪しまくってる模様。すみません BOT、 下手打ったから炎上専用に姿勢を低くしとるな。現役時代からそこら辺の立ち回りはさすがや元木。なんでピンクの普段着で行っていいと思ったんやろ。相当浮かれてたんやろな。球界の大先輩だぜ、いけるでしょと踏んでたか。はるばるアメリカまで行って何の成果も得られなかった男、あんまいじめてやんな。悪いのはフジテレビやろ。かなりへこんでそう。実際問題、こういうコメするやつって何歳くらいなんやろ。勝手な予想やと 4.50 代なんやけど意外と若いんかな。大谷棒振り回してるやつ気持ち悪すぎるな。自分というものがなさそう。みんなで連帯していじめるとスカッとするからね。しょうがないね、フジが拒否されただけなのに元木が悪いみたいな言われ方するのは少しもに。まあ無許可で、これあの有名人の車です。まあ一般人でもなんやこいつってなるレベルやな。もう大谷の好感度が高すぎて大谷に関わるやつが全員損する時代。